はいどうも、ピーラボでーす。とてつもないボクサーでした。2017年9月9日、米カリフォルニア州カーソンのスタブハブ、センターテニスコートで行われた、スーパーフライ、ローマン・ゴンザレス VS シーサケット・ソー・ルンビ祭、第2戦の前座で WBO 世界スーパーフライ級7位で、元 NABO 北米バンタム級王者のアントニオ・ニエベスと、当時 WBO 世界スーパーフライ級王者だった井上尚弥が対戦していますが、試合前、ニエベスは井上に対し、彼はまだ本物であるかテストされていない。試合はほとんど日本で行われていた。実力が過大評価されすぎている。彼の本当の実力を俺がテストしてやる。と煽り、さらにニエベスは、井上は速いしパンチがあるのは認めるけど、対戦相手のやる気がないように見える。カルモナなんかは勝つ気がなかった。井上は日本でしか試合をしていない。他の場所で同じような試合ができるとは限らない。井上は怖がっている。彼はとても小さい。彼は49キロしかないんだよ。と井上を見下していました。ニエベスの言うように、この試合は井上の米国初挑戦であり、プレッシャーのかかる大一番の勝負。そのことについて井上は会見でこのように話していました。ボクシング人生の分岐点と思っている。初回からフルで行ってチャンスがあれば KO を狙っていく。また米国に呼ばれるような内容で倒したい。と意気込みを語り、また米国の印象については、日本と雰囲気が全然違う。またテンションが上がる。と話す場面があり、これを聞いた大橋会長も、米国に来てから楽しそうでウキウキワクワクしている。日本人ボクサーの独特の悲壮感が全くない。と初の米国挑戦にもかかわらず、井上はその独特の雰囲気を楽しんでいたと言います。またニエベスは、試合3ヶ月前の地元メディアの取材に対し、井上についてこのように語った場面があります。井上は2階級世界チャンピオンだし、下馬評優位は当然だろう。こちらは初めて世界戦の舞台に立つ身だし、彼はこの階級のベストファイターだ。でも私を見くびると非常に危険な目に遭う。そして彼が私を軽い相手だと思っていると確信している。しかし私はそのことを歓迎したい。私はアンダードッグの立場に慣れているし、アンダードッグとしての底力を見せつけたい。と井上に牙を向けていました。米国 HBO のボクシング中継番組、ボクシングアフターダークで中継されたこの試合は、試合が始まると井上の重い右にニエベスはすぐに交代。井上を小さいと言っていたニエベスだが、井上のファーストパンチでニエベスの顔色はすぐに変わりました。2ラウンドになると試合はより一方的になっていきます。ラウンド終了間際にはダウン寸前まで追い詰めますが、井上が終了10秒前の拍子木をゴングと勘違いし、仕留めるチャンスを逃してしまいます。それ以降はガードを固めるニエベスに対し、強烈なパンチを叩き込んでいく井上。時々反撃に出るニエベスですが、逃げ腰のニエベスのパンチは井上に届きません。そして5ラウンド、井上の強烈なレバーブローが突き刺さり、ニエベスがついにダウン。なんとか立ち上がり、このラウンドは必死に逃げ回ります。6ラウンド、ニエベスの腰は完全に引けており、表情からも井上に恐怖しているのは明らかです。そんな消極的なニエベスに対し、井上も打ってこいとアピールをしますが、ニエベスは完全に戦意喪失しています。そして6ラウンド終了時、ニエベス陣営はレフリーにギブアップを宣言。ニエベスにはもう戦う意思はありませんでした。試合後の会見で
ニエベスはこう語ります。彼はとてつもなく力強く、とてつもなく俊敏だった。同じコンビネーションを続けてきたが、とどまることがなかった。あんなに情け容赦のないファイターは初めてだ。正直井上クラスのパンチャーと出くわしたことはあるけど、正直スピードは全くないんだ。だから対応できる。逆にすごく素早い相手に出くわすこともあるけど、そういう相手はパンチはそうでもないんだ。だからこちらも対応できる。しかしこの男は、井上は全部を持っているんだ。速いし、足も最高に動く。ステップワークも素晴らしい。すべてにおいて偉大なファイターだ。しかし忘れてはいけないのは、奴らはみんな直也井上から逃げたということだ。だが私は逃げなかった。彼らもそれがどういうことか分かっていると、井上のボクシングを絶賛しながら、そんな選手と戦った自分はもっと称えられるべきだと語っていました。そのことに対し、プロトレーナーのジョー・デルガイド氏は自身のツイッターを更新し、アントニオ・ニエベスは真のプロフェッショナルだ。彼は18勝2敗2分けでジムで練習に励み、節制を続けている。本当の敗北は直也井上との一戦だけだ。彼は115ポンド118ポンドで本物のチャンスに備えているとツイートし、さらにこのツイートを引用する形でニエベスは次のように主張しています。みんな直也井上相手の敗北を話題に持ち出してくる。しかしエストラーダ、チョコラティート、クアドラス、これらのファイターがみんな井上から逃げているんだぞと、井上から逃げなかった自分自身を称えていました。とてつもないボクサーでした。井上とのあの試合から5年後、再びニエベスは井上戦のことを回想します。井上は連続 KO を続けていました。一つ下の階級でのことです。私の方がサイズでは勝っていて、彼のパワーがどれだけのものか試してやろうと思っていたのですと、ニエベスは当時のことを語り出します。パワーは飛び抜けており、すべてのパンチが強打で、軽いパンチは一発もありませんでした。ジャブのうまさは自分が戦ってきた階級では段違いでした。フィジカル面も強く、本当に何でもできる選手でしたと、井上の完璧さを強調し、井上が完璧なボクシングができるのはその聡明さにあるとニエベスは語り始めます。リング上でこちらが何をやろうとしても、井上は常に準備ができていました。最適の立ち位置を理解しており、こちらにとって近すぎるか遠すぎるか、そのどちらかの位置に常にいるんです。距離の取り方を熟知していましたね。ボクシング IQ が本当に高かったと思います。そう語るニエベスは、今もまだボクシングキャリアを諦めていないと言います。井上戦の後も4戦行い、3勝1敗。5月21日には故郷クリーブランドで約2年半ぶりの試合を行い、それまで10戦全勝 6KO だった選手に判定勝ちを収めています。現在35歳のニエベスは、この10年近くを PNC バンクで働きながら選手生活を続けており、アメリカでも珍しい銀行員ボクサーだと言います。妻と2人の子供を養いながら、それでも朝5時半からロードワークをこなし、9時に出勤、仕事後の夕方からジムワークというハードな日々を継続しているのは、またタイトルに挑戦したい、井上とのタイトルマッチが忘れられないという思いがあるからだと言います。アマチュアでもスパーリングでも、あれほどのボクサーと対戦したことはありませんでした。世代に一人現れるかどうかという選手でしょう。井上に負けてリングを降りるときに、これ以上のボクサーと戦うことはもう二度とないと感じました。階級最高の選手と戦い、多くを学びました。その経験があるから、あの試合の後は
より自信を持ってリングに立てるようになったんです。ニエベスがこう語るのには訳があります。誰もが井上が元王者たちをボコボコにしているのを見ているが、彼らは自分が6ラウンドまで戦ったということも目撃しているんだ。井上はバンタム級転向後、ジェイミー・マクドネルやファン・カルロス・パヤノ、エマヌエル・ロドリゲスといった世界王者たちを2回以内で KO している。自分はキャンバスに背中をつけられたわけじゃない。彼の最高のショットを受けた。他の選手と同じようにね、と他の王者たちが2回以内に沈んでいるのに対し、自分は6回持ったと自信を覗かせる場面もありました。またニエベスはプエルトリコ出身の家系で、ロドリゲスとは同胞でもあったが、井上とロドリゲスの試合では自分の同胞には勝ってもらいたいけど難しいだろうね、大会初戦でもクリアにパンチを受けていた。井上からあんなに綺麗なパンチを受けたら敗退するしかないよ、とロドリゲスの敗退を予想していました。井上相手に6ラウンド持ったことで自信満々のニエベスだが、井上は試合後ニエベスに対しこのように語る場面がありました。相手はかなりガードが固く逃げ回っていた。初回あたりは結構相手も出てきていたので自分のパンチも当たる距離とかあったんですけど、中盤あたりから逃げ一辺倒だったんで、これじゃ試合にならないなと思っていました、と辛辣に語り、また試合途中のパフォーマンスについては、あれはもう相手を出させるじゃないですけど、そんな意味合いでやりました、と挑発のパフォーマンスの意図を語り、相手がこれだけ逃げるのは想定していたかという問いについて、正直全く想定はしていなかった。ガードが高いのは想定していたけど、あそこまで逃げられちゃうとどうにもならないんですよ、と井上にしては珍しく厳しい口調で語り、続けて井上はガードしてくるのは分かっていたけど、ほぼ5回とか相手は手を出していないですからね、と追い打ちをかけます。そして米国で初めて戦った感想については、すっきりしない勝ち方だったんですけど、また次に繋がればいいなと思います。相手あってのものなので、相手がいい試合をしてくれれば試合自体もいい試合になる。今日みたいな一方的な相手に勝つ気がないような試合だと試合自体が枯れちゃうと思うんです。白熱する試合がやりたいですね、とニエベスは試合前の会見でカルモナに対し勝つ気がなかったと発言していましたが、今度はニエベス自身が井上本人から勝つ気がないように感じたと批判されていました。そして井上は、環境も違う米国でコンディションも作れて今日も動き自体は良かった、点数をつけるとしたら70点くらいですかね、結果的には良かったと思います、米国に来て日本と違う雰囲気で試合がやれたことはすごく良かったし、また声がかかればやってみたいです、と語っていました。このような井上の批判を知ってか知らずか、ニエベスはメディアの取材に対し井上についてこのように語ります。井上に負けてリングを降りるときに、これ以上のボクサーと自分が戦うことはないと感じました。世界最高級の選手と戦い多くを学びました。あの試合ではコーナーからストップがかかりましたが、まだ戦い続けることもできました。負けはしましたが、自分は世界最高のボクサーとも競い合えるんだと感じたのです。その経験があるから、あの試合後はより自信を持ってリングに立てるようになったんです。井上に勝てるとしたらどんな選手なのか、という質問をよくされるが、それは難しい質問だ。井上はアウトボクシングもできるし、距離を詰めても戦える選手ですから、タイプを特定するのは容易ではありません。勝機があるとすれば、ノニト・ドネアのような選手だったのかもしれません。井上が負けることがあるとすれば、パンチを繰り出す際にカウンターを取られ効かされた時、井上との第一戦での
ドネアは実際に井上にパンチを当てダメージを与えました。ドネアにはそれだけのパワースピードがありました。ただ井上はそこで深い傷を負い、目を骨折しながら戦い続けることでタフネスも証明しました。そんな経験を思い出すと、やはりバンタム級で彼に勝てる選手がいるとは私には思えない。そして私は YouTube のインタビューなので、パウンド4パウンドについてはこのように話しています。井上、クロフォード、スペンスの3人がパウンド4パウンドでも最高の選手たちだと考えていますと語り、やはりニエベスにとって井上戦は忘れることのできない鮮烈な記憶として今も残り続けていると言えます。果たしてニエベスは再びタイトルのかかった舞台に立つことはできるのか。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。